しくする優勝を思っていただきたい。まあ、本当に、アウェーの試合だけなんですけど、これからの試合、アウェーじゃない部分を、まあ、続けていけるように、頑張っていきたいと思います。日本代表、張本俊介でした。ありがとうございました。Thank you.